さあ、まもなく試合再開の時を迎えようとします。これより後半戦開始です。より試合開始という形でしたが、このキックオフは外へ出ましたので反則となります。さあリターンチームはどのような形でこの反則を行使するでしょうか。九州は5ヤード下げてキックオフやり直しを選択しました。ここはどうやら一貫して同じ選択をする模様です。さあ大九州リターンに入った。右サイドに駆け上がるようにリターナー8番自陣30ヤード付近を確保し、この時間のオール九州の攻撃となります。オール九州リターナー8番は元田久留米大学出身のプレイヤー、久留米大学の、4回生です。さあ、オール九州自陣28ヤードからの攻撃です。オール九州ファーストアンテン。さあ、まず中央のアンプレーを展開しようとしましたが、これを福岡サンズ91番が8ヤードかります。このアンプレーによるゲイン1ヤードにとどめました。素晴らしいディフェンスを見せましたのは福岡サンズ91番の川越、宮崎大学出身のプレイヤーです。オール九州セカンドライン。さあ、クォーターバックが変わりまして、西南学院大学4年生高橋選手。さあ、パスプレー投げた、パスでこうパスクォーターバック16番プレイアクションからワイドレシーバー8番にパス、8番これを見事に中央でキャッチしまして攻撃権更新です。オール九州パス、素晴らしいプレーアクションパスを取りました。クォーターバック16番の高橋、西南学院大学の4回生取りました。ワイドレシーバー8番は元田東大学の4回生です。さあ、ここで学生ユニットがまず展開をしております。ボールン自陣43ヤードからオール九州ファーストアンテン。ファーストアンテン、さあ、横へ展開しました。右に降りましたワイドレシーバー80面にヒッチパスを投じまして80番、そこからキャッチアンドラン、タックル受けましたが約3ヤードゲインとしています。果敢なキャッチを決めましたのはオール九州80番の林、熊本マーベリックスのプレイヤーです。さあ、セカンダー8トードフィールドの主導機にフィールドポジションクォーターバック高橋選手。ここでオプションプレーを展開、ダブルバック10番にピッチしまして10番の総力に期待しました。約2ヤードから3ヤードのゲインを果たしています。しかしここは福岡さんのディフェンス陣も奮闘しています。オール九州10番は張本でした、ユニコーンのプレイヤー。さあ、オール九州サーダウンファイ突破なるでしょうか。ここはファーストラウンド更新したいところ、パスを壊れればパスでこうパスクォーターバックというのがワンポークリーから2人流れて相手シーバー8番パス、やや行きましたが8番これを高木ジャッキキャッチして攻撃点更新です。オール九州クワスター
攻撃で展開しています。クォーターバック10度攻撃高橋千賀沼君が落第4回戦、これを継続つないで落とすホットラインのターゲットは8番の元田、これで落第4回戦です。さあここでクォーターバックは5番に変わりまして、5番そのまま自ら中央に体を預けまして約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。ここで社会人のクォーターバック5番の吉村が自らの太鼓を生かしたランプレーにより全身草根を打ちました。九州クォーターバックスのクォーターバックです。オール九州セカンドアンシックス、ポジションを賄うことから特別なポジションオールを司った増田、素晴らしいリターンを決めました。ほぼフィールドの中央から福岡サンズの、さあこれにより福岡サンズ自陣45ヤードからの攻撃に入ります。福岡サンズファーストアンテン、さあ勢いに乗っていますサンズ、何が来るサンデージュランが反応を報告されまして中央切り込み一気に攻撃権更新としています。福岡サンズファースター好調なランを再び展開してまいりました。ランニングバック31番の田中のランでした。同志社大学出身のプレイヤーです。さあ後半最初のシリーズ得点を奪われたサンズ、一気にこのシリーズで再び取り返し、その差を再び広げ直すでしょうか。ボールオン相手陣46ヤード、さあパスプレーショートサンに行く、ナイスゲイン、ファースト、ここで左に展開しました。 IOC は8番にパス、8番これをキャッチし相手タックルを弾き飛ばしてさらに電子攻撃権更新です。福岡サンズファースト
見事なキャッチアンドランを披露しましたのはワイドレシーバー8番ポイント仙南学院大学出身です。かつては最優秀選手として、そして、関西学院大学との死闘を繰り広げた名コーナーバックです。点差を縮めたボール球種、ここは取られたくないところ。今度は右に展開したワイドレシーバー88番のパスを振ると約5ヤードのゲインとしています。今度は88番の小川でした。関西大学出身のプレイヤー、現在は関西三強の一流にあります関西大学の出身です。両サイドのアウトパターン難しいパスですが、西山選手もしっかりとここにしかない。ここはさすが立命館出身の西山が素晴らしいプレーリードを展開しています。福岡三部セカンダウンファイ、さあロングパス投げてきた。このパスはおまそう、パス不成功です。一気に立ち合うネアマンと奥に走り込んだ88番にパスを投じましたが、わずかにオーバーリードでパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いまして、サーダウンに変わります。しかし有利は変わりません。福岡三十ボールオンは相手陣21ヤードからのサーダウンファイ。このパスは成功。左に展開していたワイドレシーバー8番にピッチパスを投じましたが、これはディフェンスのプレッシャーもありましてパス不成功となっています。福岡三十フォースダウンに変わります。さあ最後の攻撃権となります。福岡サンズ通常ながらキーベルを取ると思うんですが、ここは勇者の証でしょうか。フォースダウンギャンブル4回目のプレーを選択します。さあこのフォースダウンギャンブルどうなるか、ここをピンチとするかチャンスとするか。ここは当てきた、ギャンブル成功。3球成功。ここで中央のランプレーにより攻撃権更新です。福岡サンズファースター見事攻撃その指名を果たしましたが、福岡サンズ34番の高岡、福岡大学出身のプレイヤーがここで攻撃権更新を大役を果たしました。素晴らしいランでゴールまで9ヤード。さあ攻撃継続しております。福岡サンズボールオン相手陣9ヤードからのファースト2ゴールに入ります。ここで福岡さんのワイドレシーバーに向かいます。短いパスをキャッチしました2番、そこから自ら体をねじ込むようにエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。クォーターバック11番西山選手からワイドレシーバー2番福岡さんでここでさらに6点追加となりました。初めての期待に応えましたらワイドレシーバー2番の兄弟でした。西南学院大学出身のプレイヤー見事タッチアウンで6点追加となっています。そしてトライフォーポイント、タッチアウンの後のワンプレーに入ります。さあトライフォーポイントは、さあしかしこのトライフォー失敗でスライドのフラッグ反則が発生した模様です。トルテさんありがとうございます。本日は残念ながら映像の方が大きく乱れておりますので、残念ながら実況が音声のみという形の状態かと思われますが、ありがたいメッセージ、むしろこちらが感謝申し上げます。本日の配信は、通常通り録画はしておりますので、こちらの録画したものを後ほど投稿させていただきます。何卒ご了承をよろしくお願い申し上げます。
シュガードがあり、コールが聞き取れませんでしたが、ディフェンスにありましたオール九州側の反則の模様です。従いまして先ほどのトライ4は結果的に、やり直す形になります。フォーカスサンズトライ4ポイント、クリアです。フォーカスサンズ28点、オール九州7点と変わります。後半戦総合ともにハーフタイムで見出したそれを突破口を生かしまして、タッチダウンを重ねた形になっています。オール九州としてはその後半に取りましたタッチダウンを生かしたかったところですが、福岡サンズそれを許さず、現在得点差は3タッチダウン差という形に戻っております。得点を入れましたので、福岡サンズのキックで試合が再開です。得点を挙げました。福岡サンズのキックオフで試合再開となります。さあ、オール九州は何としてもこのリターンで状況打開を図りたいところでしょう。そうはさせじと、福岡サンズキッカー13番どこへ蹴り込むでしょう。19番の高木どこへ蹴り込むでしょうか。さあ、キッカー19番、高木選手。さあ、リターンにオール九州入ります。リターンは8球種は、右に展開を図りまして、以前25ヤードピンの攻撃1を確保しました。オール九州リターナー8球場は日高九州教育大学の3回生です。さあ自陣25ヤードからオール九州ファーストアンテ、先ほどのようなテンポの良いオフェンスを組み立てていきたいところ。さあ中央のランペイ、キャリア42番スローターイプを生かして中央ネジコマンというランペイを展開しようとしましたが、サンズこれを押し返します。ゲイン1アウトにとどめました。しかし強力なサンズディフェンスに対して果敢なランも展開しています。ランニング42番は故障、仙南学院大学の4回生です。さあ今日のゲームは時間がない、ボール吸収セカンダウンない。キュービーサー、ここでクォーターバック左に展開しパスを投じようとしました。しかしそこを見計らって福岡サンズ99番がソフト、キュービーサーパスを投じるように仕留めました。大きくロスを奪っています。見事キュービーサックを決めましたのは福岡サンズ99番のトロンハン、宮崎大学出身の、そして福岡サンズの総武統治官のレジェンドのディフェンスエンド、見事なキュービーサックを披露しています。さあサーランドに変わりました。オール九州突破なるでしょうか。さあそれを果敢にクォーターバックボラン中央切り替えます。こちらもかつては複数で流しましたレイクオーターバック、そのかつての投手を見せという中央への突破によって状況打開を図りました。しかしフォースさんに変わります。しかしクオーターバック吉村素晴らしいクオーターバックランを見せました。オール九州フォースさんでパンクフォーメーションを取ります。今度はバンダー27番の長崎県政役藤田が入りました。ここでトリックいった。さあここでスペシャルプレーを通しました。ハントの見せかけ前に出したブロッカーにダイレクトショット、そこから中段プレー一気に突破を図らんというところでした。しかし止めた、今のはハントなので
アンダーが蹴ると見せかけてこの意表を突いたプレーによって攻撃権シールドというポジションを図りましたがわずかに届かず結果的に4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。テイクオーバー攻撃権は福岡サンズに変わります。惜しくもマスターバトルパス。しかし大野球種ここで勝負に行きました。果敢な挑戦でしたがここは一日の長福岡サンズが食い止めまして攻撃権を奪還しております。オフサイドビクトリーなかなか仕掛けていきます。さあ今度は福岡サンズの攻撃ボールオンは相手陣に入ってからのファーストアンテ安田選手から小川選手キャッチした後もさあコータの北川が左に展開していました。88番にパスを通しまして攻撃権更新です。福岡サンズファーストプレッシャーがありながら右手のパスを通しましたがワイドクォーターバック18番の判断中京大学出身取りましたワイドレシーバー88番は小川関西大学出身のプレイヤーです。福岡サンズ相手陣19ヤードからファーストアウトさあレシーバー3枚1枚のパスが通った。内側に切れ込んだワイドレシーバー8番このパスをキャッチしまして約6ヤードのゲインとしています。ワイドレシーバー8番マイト西南学院大学出身空気が前では落ち着きっぷり。福岡サンズセカンダウン4ボールは相手陣14ヤード。さあ第3クォーターも1分を切っております。パスプレーさあこだパス不成功元の数今度はエンドゾーン取り込みましたワイドレシーバー2番へのパスでしたがわずかにオーバーソーパス不成功によりサードに変わります。ボールです。スピードに高なレシーバー陣をクォーターバック中橋は見事に使いこなしております。さすがは東海の雄中京大学出身のクォーターバックです。残りのヤード数は変わらずサードダウン5です。福岡サンズ相手陣14ヤードからサードダウン4さあムズカルホールプレッシュを取って上がりました。判定はどうでしょう。攻撃権更新が至っておりません。フォースダウンに変えます。さあ福岡サンズフォースダウン最後の攻撃権に変わっておりますが果たしてどのようなプレーを選択するでしょうか。フォーメーションを変えました。フィードゴートライキックによる3点を狙うようです。ここでホイッスさあここで第3クォーターが終了しました。中村ロジスティクスプレゼンツ九州ボール2024あとここで第3クォーター終了です。最後の第3クォーター終わりましてプレアベース福岡さんに終わってオール九州なんて攻守双方を入れ替えまして攻守方向双方を入れ替えましてこれより最終クォーター第4クォーターに移ります。